タゴヒ、タゴヨウタユウは、奈良時代、天武天皇の時代に活躍したとされる、上野国の伝説上の人物。伝承では、タゴ軍の軍事だったとされる。タゴヒによれば、和道四年に、近隣三軍から三百0個を切り取り、羊なるものに与え、タゴ軍としたと記載される、羊なるものであるとされる。なお、タゴヒの原文は漢文であり、旧羊の句があることから発想された。 人名説以外に、法学説時刻説などがあるが、現在学説では、人名説が有力である。名前については、田子陽太夫、宗勝、小畑陽太夫とも表記されることがある。羊田夫伝説では、武蔵国秩父軍で和道と呼ばれる、道会を発見し朝廷に献上した功績で、田子軍の軍事とともに、藤原氏の姓も歌手されたと伝承される。 この和道発見により、年号が、慶雲から和道に改められたとされる、上州尾幡氏が、田子洋太夫の子孫と称する。現代でも群馬県高崎市を呼び、安中市の田子氏を、羊太夫の流れを組むとする説もある。伝説によれば、羊太夫は、武蔵国秩父軍、羊山には、羊太夫に関連すると伝わる。 最鉄鉱跡と和道遺跡があるで和道を発見し、その行により、藤原富人から上野国田五軍の軍事と藤原政を賜り、虎来人の焼き物、養蚕など、新しい技術を導入、また江空山岳民と交易するなど、地域を大いに発展させたが、駒若光の残言により、朝廷から疑いをかけられ、討伐されたとある。斎藤ただし、 日本古代遺跡の研究文献編によれば、田子陽太夫は、蘇我氏に滅ぼされた、物のノ,ノベ森屋滅亡に連座し、上野国に流された、中富の羽鳥蓮の末裔であるとしている。中富の羽鳥蓮は、その子、中富の菊蓮の娘が、騎手を求める上野国の地方豪族者も地区に子に嫁ぎ、その娘、吉井西江が、天智天皇のうねめに上がり、藤原鎌足に貸しされ、 藤原不人が生まれたとしているため、田子陽太夫の軍事就任には、藤原氏の影響があったとする説もある。考古学者、尾崎三夫は、喫家人が多かったはずなのに、吉井町付近にはそれを思わせる、大きな古墳がないのは不思議だと、同時代の田の地区との間に、文化的差異があったことを指摘している。ただし遺物については、田子妃のほか、水器や、 上野国分寺の瓦などの焼き物と若干の同製品、石碑、石仏が出土しているだけであり、また各地に伝わる古文書、伝承にも時系列や情報の混乱が認められるため、モデルとなる人物がいたとしても、伝説通りに実在したかについては疑問視されている。なお、この伝説では、羊太夫は広域にわたる大規模な反乱を起こしているが、 俗日本記にはそれに類する記録は見当たらない。吉田正義によれば、中央集権の律令政治に勢力を持ちすぎた、邪魔な地方豪族の国士や軍事を解体したことが、歴史上の事実であり、羊田優伝説で、駒若密の残言により攻められたなどは、江戸時代に羊田優伝説として、再構成された時の、単なる口実ではないかと推測している。 タゴヒによると、和道四年に、近隣三軍から三百を切り取り、羊なる者に与え、タゴ軍としたとある。ただし、タゴヒは、金石文であり、羊の解釈については、法学説、人命説など長い間論争がなされてきた。現在では、前述した大崎が主張する、人命説が有力とされている。羊が人命であるとした場合、その正体は、など、 様々な説が百出しているため、はっきりしない。上の国風土器などの古風土器は、これについての記載がなされていると考えられるが、現存しておらず、その一文も発見されていない。さすがにトライ人、キリスト教徒であるという説は、確たる証拠等が出土しない限り、納得できない。ただし久保有正は、仏教伝来の歴史において、シルクロード経由で、 大乗系の仏教が日本に伝わってくる間に、ユダヤ教やゾロアスター教やネストリウス派キリスト教の影響をかなり受けていることを指摘しており、キリスト教とは言えないまでも、奈良時代には仏教と混交した形で入っていると主張している。日本初期によれば、当時数十個を賜う対象は、皇族の巫女くらいのものであり、進化にあたる。 羊が300個も賜ったのには相当な理由や功があったと推測できる。伊藤東外による交換雑誌録や青木根用による矢和小録をはじめとする数多くの古文書や古老の伝承などに次のような羊田優伝説が見られる。この羊田優伝説で出録された写本や地方詩詩等に収録されているものは二十数種あるとされる。 この話の舞台は、群馬県西南部を西から東に流れるカブ川流域に沿った地域と秩父地方である。それぞれの羊太夫伝説にほぼ共通するあらすじは、次のようなものである。昔、この地に羊太夫という者がいて、人通力を使うやつかコスネという従者に、名馬ゴンダクリゲを引かせて、空を飛んで、都に日産していた。ある時、 羊太夫が昼寝をしているコスネの両脇を見ると、羽が生えていたので、いたずら心から抜いてしまったが、以後コスネは空を飛べなくなってしまい、羊太夫は散大できなくなった。朝廷は、羊太夫が姿を見せなくなったので、無本を企てていると考え、軍勢を派遣し、朝敵として羊太夫を討伐した。落城間近となった羊太夫は、 金の蝶に貸して飛び去ったが、池村で自殺した。八か小スも金の蝶に化身し飛び去ったとされる。しかし、羊太夫伝説の中には、著しい才が見られる、古文書もある。新東集においては、羊太夫は、李中天皇の時代の人として登場する。この話では、羊太夫自身が人通力を持ち、とと上の国を日帰りしたという話が残されている。 また、687年に、はじめもとした、釈迦尊寺には、羊太夫のものとされる墓がある。寺の由来では、中富の羽鳥蓮、妻玉、照姫、子、菊の蓮は、森屋大蓮の一味同心として、総会に流罪となるが、後に大赦を受け、菊の蓮の子を見羊太夫が、玉章姫が、聖徳太子から譲り受けた、おくるみの安置所として、 釈迦尊寺を建立したとされる。現代においても、群馬県を中心に、舞踊、多ゴヒ羊太夫の明かりと親は大国未曲、羊伝説が披露されている。伝承では、羊太夫の従者である奴か小すねは、人通力を持ち、大いに太夫を助けたとされる。また一部の伝承によっては、山の知識に優れていたとも、馬術に優れていたともされる。このことから、 コスネは、羊太夫に協力した、ドライニニやエゾ等の人格化ではないかとする説がある。他にもその正体については、山岳信仰の現れとして、山の神、天狗の類であった、説、名前通り土具も、つまりエゾであったという説、縁のオズヌに、縁のある主言者であったり、鉱山を探す山師であったり、高い呪力を持つシャーマンであったりと、諸説あり、 伝承によっては、男であったり、男装の乙女、もののけもされる。ある時期に、トラニにニアえぞ等の協力が得られなくなったことが、羊太夫伝説が指し示す事実であるとする説もある。里見号の上里謙信さんにおける伝承では、八塚小砂は、春名さんの女天狗であり、同行さんを、羊太夫に教えたのも小砂の仕業との話も伝わる。 そのバリエーションには、すべてを与える代わりに自分を裏切ったら、すべてを失うと誓願を立てさせた話。同鉱石から金を作り出した伝説には、同鉱賞があるため、洪水で流された、王道鉱、鉱鉄鉱がしばしば河原で見つかり、砂金と間違われるという、羊太夫が討伐された後、彼の財産であった、金銀財宝がたちまち錆び腐ったとの話もある。 類似するものとして、日本初期、神宮皇后九年の上に、鴨知田村に、恥じろくまわしというものあり。その人となり、強く剣士、また身に翼有して、よく飛びて、高くかける創造器屋に至りて、すなわち兵を上がりて、恥じろくまわしを撃ちて滅ぼしつ。という説話がある。久保ありまさは、松浦清山がその著書の中で、 タゴヒの傍らのせっかくに、ヤンリーという文字が見られ、また石踏みの下からは十字架も発見されたと書き記していることを挙げ、羊田優とネストリウス派キリスト教との関連性を指摘する。ヤンリーは、ラテン語のヤソナザレナス、レックスイーラムの頭文字を取った略語であって、ユダヤ人の王ナザレのイエスを意味し、十字架形に。 処せられたイエス・キリストの頭上に掲げられた言葉であるとされ、イン理とも記されることがある。久保は、これについて、東方キリスト教の残詞が、日本まで到達したことを示すものであろうとしている。また、イン理について、ヘブライ語は、筆記においては、母音が省略され、死因のみ表記されるため、稲荷と母音を補い、稲荷信仰との関連も指摘されている。しかし、 この説の根拠となる遺物に関しては、江戸時代に、キリスト教信者によって絶造された可能性が、否定できないほか、語呂合わせ的な主張でもあり、説を補強する、確かな遺物でも発見されない限り、この説を取ることは困難である。ありがとうございます。